こんにちは、チャキチャンネルのチャキでーす。チャンネル登録者様13万人突破しました。ありがとうございます。本当はこの動画を出す前に出す予定だった動画が1本あったんですけど、ありがたいことにね、思った以上に早く13万人突破したので、今日急遽この動画を撮っております。ということで、今日は自分へのご褒美にセブンイレブンで食べたいものを好きなだけ買ってまいりましたので、もう夜なんですけど、ご褒美なのでね、ご褒美で食べるものはゼロキロカロリーだよっていう風に誰だったかな、誰だかから聞いたことがある気がするので、食べていきたいと思います。はい、ということで早速いただきます。ホットスナックから食べようかな。春巻き、うんふん、久々に食べた。これね、うちセブンのホットスナックの中で一番好きなんですよ。うん、これはね、下手すりゃそこら辺のお店の春巻きより断然美味しい。おすすめです。メンチカツ、ソースもつけてもらったんですけど、最初はソースなしで。セブンのメンチカツ初めて食べたけど、めっちゃ美味しいですね。ソースをかけます。いただきます。めっちゃ家庭の味って感じなんだね。これあれば白米5杯ぐらい食べれそう。飲み物はコーラにしました。しかも体を気にしてる方のコーラね。ゼロキロカロリー。ピリ辛シャキシャキナムル、これは多分お初ですね。ピリ辛なんだけど辛すぎなくて美味しい。うちナムル大好きでね、焼肉屋さん行くと絶対ナムル盛り合わせ頼む。でもね、だいたいキムチの盛り合わせと悩むのよ。結局ナムルを頼むことが多い。だからキムチの盛り合わせも頼む時もあるんだけど、だいたい角的だけ頼むことが多い。キムチは大根が一番好き。きゅうりも好きだけど、これ結構量入ってますね。サラダ系って量少ないことが多いからありがたい。もやしだからか。辛さガツンと広島風つけ麺。これはね、辛さガツンとって書いてるから結構辛いのかなと思ったんだけど、この辛いやつがさ別でついてたから、これあんまり入れなきゃ大丈夫かなと思って、つけ麺食べたかったから買っちゃった。いきます。いただきます。担々麺みたいな感じだ。あ、でもよかった、辛いのちょっとしか入れないで。これだけでも結構辛いわ。でもあまり信じない方がいいかも。うちこの前ココイチ食べたんだけどさ、1辛ならいけるかなと思ってなぜか1辛頼んじゃったのよ。そしたら辛いのなのってびっくりしちゃいましたね。チャーシュー美味しい。うちはね、薄切りのチャーシューが好きです。すごいの、キャベツの量が。何が広島風なんだろうと思ったんだけど、広島風お好み焼きもキャベツ使ってるからキャベツが有名なのかな。
だんだん辛い。辛くなってきた。辛さガツンとって書いてんだもんな。そうだよな。辛さも強くなりたいな。蒙古タンメンとかもさ、食べてる人見る分にはめちゃめちゃ美味しそうだなって思うんだけど、食べれないよね。見えない。韓国風のり巻き。甘辛ですね。甘め強めの、甘いのが強めの甘辛。これはね、4つ全部食べても198キロカロリーしかないので、ダイエット食といっても過言ではないですね。おにぎり1個のカロリーと同じぐらいだとしても、これは4等分されてるから、こう一気食いを防げると。1個食べて時間を置いて、1個食べて時間を置いてができるのであれば、ダイエット食ですね。片揚げポテト炙りホタテ味。ビビるくらい美味しい。正直ね、ホタテ感が強いかって言われたらそうでもないの。でも、なんて言うんだろう、美味しい。バター醤油に磯感をプラスした感じ。なんて言ったらいいんだろう。これはね、食べた人にしかわからない美味しさだと思うので、気になった人はぜひ食べてみてください。とろける口どけ杏仁豆腐。どうしよう。セブンの杏仁豆腐がね、マジでどこよりも美味しいかもしれないってレベルで美味しいの。うちはね、杏仁豆腐が大の大好物で、数多くの杏仁豆腐を食べてきました。このセブンの杏仁豆腐はね、本当に美味しいから、食べたことないよって人、食べてみてください。完食。黒ごまと豆乳ブラマンジェパフェ。黒ごまがめっちゃ濃いです。わらび餅。白玉も入ってます。昔ね、黒ごまの大きいプリンが食べたいと思って、黒ごまのバケツプリンを作ろうとしたことがあったの。まあ作んなかったんだけどね、そんぐらい好き。濃い、本当に。この下の白いところが豆乳プリンですね。おいしい。ずっと気になって買おうか悩んでたから、今日買ってよかった。はい、100。最後、かじるバターアイス。今回再販されたので、我よ我よと買ってきました。いただきます。こんな美味しいんだ。これは売り切れることだわ。売り切れないとおかしいわ。めっちゃ濃厚なバター味で美味しい。しかもバターなのにカロリー全然高くないし、いいですね。こうやっていつまでも美味しいものを共有していけたらいいなと思っております。いつも動画見てくれたり、コメントくれたり、みんなのおかげで楽しくお仕事できてます。これからも頑張るので、よろしくお願いします。最後の一口。
早速ごちそうさまでした。はい、ということでチャンネル登録者様13万人突破したご褒美にセブンイレブンで食べたいものを好きなだけ食べていきました。改めまして皆さんいつも本当にありがとうございます。いつも皆さんの存在に支えられて頑張れていますので、これからもよろしくお願いいたします。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもお願いします。せーの、バイバーイ、ありがとう。そんなこともわからないようならば、やわない。